それでは北大行ってみたいと思います。まずは第一問、長文読解。これ標準レベルでございます。それで15分ぐらいでいけたかと思います。例えばさ、配点バラバラでございますので、ポイント制でいきますね。で、ひとまず理想は、まあ満点ですね。田辺さん、満点取れなくてもあんまりミスってないはずですよね。まあ9割できてればおんのし。で、例えばさ、この後詳細な解説に行くんですが、模範解答は河合塾さんのホームページですね。そちらを参考にさせていただいております。その点だけご理解の上、引き続きご覧ください。サミさん、トン一番でございますが、この下線部一番の和訳ですからね。で、皆さんが現実どんな感じで訳したのか、ちょっと思い出しながら聞いていただけると OK です。で、ポイントは6点ですからね。で、あとは6分のいくつ取れるのか。で、訳す順番なんかも考えながら聞いてくださいね。さあ、まずは第1点目。まあ、主語ですから一番最初に訳したかと思います。で、黄緑が2点目。で、皆さん、ざっと説の中、まず主語ですね。で、そこ皆さん、文末言っていただいて、右側から左側。右側から左側にかけて訳していただけるとうまいこと言ったかと思います。で、コントロール。まあ、カタカナはちょっとなるべく避けたいですね。漢字が理想でございます。で、皆さん5点目。一応訳せるかとは思うんですが、問題はこれカタカナかどうかですね。皆さん、シミュレーション。まあ、解釈さん仮想現実と書いておりますが、まあ、皆様がそのものズバリじゃなかったとしても、なんか別の漢字を使ってかけてあれば OK。で、皆さん、ざっと説訳しきった後、皆さん、discovers に戻ってきました。で、皆さん、知ると書いておりますが、まあ、発見するでもまあ大丈夫かと思いますよ。さあ、皆さん、ポイントは6つ。6つ中、いくつぐらい当たってるのか、ちょっと思い出して、皆さん、メモっといていただけると OK です。まあ、できれば皆さん、構文ミスをすることなく、6分の5以上ですね。まあ、それぐらい取れてるんじゃないかと感じがいたします。では、問いの2番に行きますね。さあ、皆さん、続いて問いの2番でございます。で、皆さん、説問の指示に該当するところは、皆さん、これ第3段落なんですが、すぐ見つかるんですね。で、皆さん、まずは1ポイント目ですね。で、この緑のところと皆さん、この模範解答、見比べていただけると OK です。で、おそらく皆さんもこのあたり書いたんではないでしょうか。で、皆さん、このピンクのところですね。How likely ということですから、どれほど可能性があるのか。ですから、ポイントは2点。このピンクのところと黄緑のところ。この2点が欠けてあれば、2分の2。もしこれとは違ったところ書いてしまっていたら、2分の0。そんな感じでメモっといてくださいね。まあ、ここは2分の2行きたいですね。で、皆さん、トナ3番でございます。C が正解ですが、当たっていたら1分の1。で、続いてトナ4番。B が正解ですが、当たっていれば1分の1。で、続いてトナ5番。正解は C と E。当たっていれば2分の2。で、最後はトナ6番。当たっていたら1分の1。で、特に皆さん今見ていただいたトナ3番からトナ6番までは、なるべく全問正解。理想ですね。で、皆さん先ほどの和訳と記述説明も含めて、ポイントは13個。で、そのうちいくつ当たっているのか。まあ、うまくいった方は13分の13。で、多少ミスっても13分の12ぐらいはいきたいですね。では、第2問目に行きますね。さあ、第2問目も長文読解。まあ、大問1に比べてちょっと難しいですね。まあ、それでも満点の方いらっしゃいますよね。で、ただ皆さんミスってもなんとか8割は死守できたんじゃないでしょうか。これ皆さん詳細な解説いきますね。これ選択肢 D が正解ですね。However ですが、皆さんこれは1問中1問当たったんじゃないかなと思います。さあ、皆さん続いて手の2番ですが、この下線部1番の和訳。で、ポイントは7つ。さあ、皆さんまずは1ポイント目。で、問題はこれをセイラーとかけるかどうかですね。まあ、河合塾さんはこんな感じで書いております。まあ、ひょっとして皆さん、サラーとか書いてしまった方いらっしゃるかと思いますが、それでも大丈夫だと思います。まあ、もしくはカタカナ諦めて、このままつづりそのまま書きました。っていう方も OK。で、皆さん2点目これですよね。まあ、カタカナは避けたいですね。まあ、コラボした人。まあ、ちょっと減点対象になるかもしれません。ですから、漢字ひらがなでこんな感じですね。で、続いて2点目でございます。で、皆さん3点目。で、皆さん、traditional。まあ、従来のと書いてますが、まあまあ、伝統的なでも大丈夫かと思います。で、文末で飛んで4点目。で、皆さん5点目は fail to 不定詞と account for。この熟語がうまいことできてるかどうかですね。で、6点目。で、最後皆さん argue に戻ってきました。で、皆さん7ポイント中いくつ取れたのか思い出しておいていただきましょう。で、ここは皆さん7分の7欲しいですね。で、続いて問いの3番へ行きますね。で、続いて問いの3番。A が正解ですが、これはなるべく当てたい。まあ、当たった方は1分の1。さあ、皆さん続いて問いの4番でございますが、下線部3番。で、まあ、説明をするということですが、これは非常にわかりやすいかと思います。皆さん、下線部様の左側に対応するところは、皆さん、この直前あるんですよね。ですから、下線部に該当するところは、この緑の三角括弧のところでよろしいかと思います。例えば、下線部に反対って言ってますから、この緑のところを反対にすれば OK。ですから、正解はこんな感じになるかと思います。で、これは皆さん多分できたかと思いますよ。で、ポイントも一つしかございません。つまり、ここを反対の感じで書けたかどうか。だから、書けてあれば1分の1。もしかけてなかったら1分の0。そんな感じでよろしいかと思います。さあ、皆さん、続いてとの5でございます。で、根拠、ヒント、どこに求めるのかっていうことですが、
ですから線は文頭に D's と書いてますから、これは直前ですよね。ですからおそらくこの辺りに該当するんじゃなかろうか。で皆さん緑のところも皆さん対応させておきました。で皆さんそれを一途で受けてますよね。で、あと皆さん何をバイオレートしたのかが皆さん書かれております。ですから落ち着いてこういう感じで考えていただけますと、まあ、正解は C なんですが、皆さんちゃんと言い換えられてますよね。皆さんこの本文の一途のところがこんな感じ。で皆さん本文 violates がこんな感じですよね。ですからこんな感じで皆さん正解は C。まあ当たった方は1分の1。皆さん選択肢6つございますので間違えてしまいましたという方も実際いらっしゃるかと思います。まあでもこんな感じで答えがわかるんですね。さあ皆さん最後問いの6番でございます。まあこれちょっと難しいなと思った方いらっしゃるかと思います。皆さんこれ空所の左が先ほどの表現と皆さん絡みますよね。皆さんこうやって色分けするといけそうですよね。それ先ほどの問いの5番で使ったヒント。ちょっと画面を上に動かしますね。そうです。ヒントはここですよね。で、タメさん、こちらと該当箇所。よく見比べると、タメさん、principles, principles。あと、空欄 E の principles。ですが、ここの言い換えを書けばいいんでしょうね。で、本文こちらは形容詞になっておりますが、今回空欄 E のところは of の右側。ですが、名詞に変えれば OK。ですが、正解は democracy。これでよろしいかと思います。で、ここが当たった方は1分の1。で、第2問全体でポイントは12個。まあもちろん満点の方もいらっしゃるかと思います。ただまあ12分の10ぐらいできてると同じですね。では続いて第3問目いきますね。で続いて第3問目は A 問 A 答と自由英作文。で A 問 A 答は10分ぐらいでいけるんですが、やっぱ自由英作文ちょっと時間かかりますよね。で10分の8と書きましたが、これ A 問 A 答のことですからね。で A 問 A 答これぐらい取れてれば自由英作文。まあ多少のミスは許されるかと思います。で皆さん多少ミスっても皆さん該当箇所を皆さん導き出すのはそんな難しくないかと思いますので、あんまり大きくこけるということはないかと思います。では皆さんこれも解説いきますね。さあ皆さん問いの A でございますが、該当箇所は皆さん第一段落ですね。でなぜそれがわかるかということですが、この設問の指示に該当するところはここにあると。ですがこのオレンジの三角括弧で食ったところ、これを含む文章中を中心にまとめれば OK ですね。皆さん、こちら模範解答でございますが、皆さん、該当箇所と模範解答、見比べていただけると OK です。で皆さん、さらに読んでいくと、このピンクのところですね。模範解答こちらでございます。この2点ぐらいであれば書けるんじゃないでしょうかね。ただまあ、A 問 A 答でございますので、多少の文法的なミスはあってもしゃあないと思います。ただ、いやいや、そんなに文法ミスないですよ、という自信のある方は、5分のいくつか。まあ、5分の5って考えておいていただけると OK です。タミさん、この緑色とピンクのところですかね。この2点が欠けてあれば、5分の3ぐらいの割合で得点は来るかと思います。さあ、皆さん、続いて、トの B ですが、皆さん、これはもう第3段落って言ってくれてますよね。で、皆さん、下線部の左側でございますが、皆さん、ここに該当しますよね。ですから、このオレンジのところを中心にまとめていただけると OK。で、皆さん、このオレンジのところに皆さん、successful、まあ、成功という話があって、皆さん、文末にももう一回言い換えられてますね。で、皆さん、この人模範解答こちらでございますが、皆さん、見ての通りでございます。まあ、なんとか書けそうですね。で、皆さん、このピンクのところを追加すれば完成という感じでよろしいかと思います。ですね、この2点書けてた方、まあ、5分の4とか5で書けてたとしても、ちょっと文法的にミスはあるんじゃないか。まあ、そういうふうに思っている方は5分の3。それを皆さん、メモっといていただけると OK です。では、第4問目いきますね。さあ、皆さん、最後は要約問題。ちょっと選択肢多いので、ちょっと難しいですね。で、12問ございますが、まあ、11問ぐらい。ただまあ、ミスはなんとか3つ以内に収まったんではないでしょうか。で、皆さん実際やってみると、まあ、なんとかギリギリ間に合うと。で、皆さん自由英作文以外で9割。これ結構いけそうな感じですよね。で、ちょこちょこ間違ってなんとか7割9分。ですが、自由英作文以外で8割取れてれば、英作文の多少のミス。まあ、これを考えて大体7割台に落ち着くかと思います。皆さんはどうでしょう。まあ、ひとまず合格発表を待ちましょうね。ということで、切符を待ってまーす。